今40分前ですね。この列車は40分に伊勢市に着くんですね。ずっと乗ってたいんですけどね、この居心地の良さ。乗ったらいいな。もうすぐ伊勢市か。かなり広くて居心地がめちゃくちゃ良かった。では名残惜しいけど出ます。伊勢着きましたね。この跨線橋がかっこいいですよね。では島風降ります。ありがとうございました。ありがとうございます。では島風さん、残りの旅行ってらっしゃい。いやーかっこいいな。はい、というわけで島風で名古屋から伊勢市までやってきましたね。まあ、こっちちょっと JR 側になるんですけど、ありがとうございました。僕一押しのね列車の一つですからね。いいですね。熊本新聞です。今伊勢に来てるんですけど、本若新さんってね、うちの動画をよく見てくれてる本若新さんが作られた伊勢のジオラマがここにあるみたいですね。お笑い横丁が、見た目はすごいカオスですけどこの2階にあるみたいなんで入っていきましょう。では行きます。うん、お邪魔します。スーッと。僕実は一度だけ来させてもらったことがあるんですけど、動画を撮るのは初めてですね。伊勢駅から徒歩5分ぐらい、お邪魔します。建物の2階にお邪魔しましたね。あ、これが本若新さんが作られた伊勢市のジオラマか。ここが伊勢市駅ですよね。こっちが近鉄の伊勢市、こっちが JR 側の伊勢市駅、まあ、JR じゃないのか、国鉄のあれですか。時代的には国鉄の伊勢市駅で、今はなき、線形庫はない。ターンテーブルもないんでしたっけ。ターンテーブルは、4年ぐらい前まであったけど、そっか、なくなったのか。撤去されちゃいました。遺跡観光ってあったりですか。遺跡観光、ね、いいですね。 SL もちゃんと並んでます。でこっち側にあるのが宇治山田駅ですね。これすごいな。宇治山田駅かっこいいからな。ここの櫓の部分も作られてますね。あ、いい感じ。あ、そうそう、こうですよね。そして手前の街並みもこのように作られてますね。眺めがいいですね。でこの分岐がねいっぱいあるんですよね。このヤードのところと伊勢市駅の跨線橋の部分、ここも作られてますね。さっき僕は名古屋から島風に乗って伊勢まで来たんですけど、まさにここで降りましたね。ここで降りてこの跨線橋を渡って、でこっちから出てきたということですね。なるほどな、まあ、乗った車両と降りた駅、まあ、さっきの出来事ですけど、その経験があるとこの細かいところの作りがより分かりますよね。面白い。これサイズ的にはどれぐらいあるんですか。結構ありますよね、大きさ。ボードは千、畳に2.5 か。結構広いな、ね、いろんな情景がでも入ってますけど、線形庫の裏側を見るとこうですね。機関車並んでるのかっこいいね。フルスクラッチですよね。フルスクラッチ機関庫。これ開けると、あ、すごい。中までちゃんとこの、あれ何でしたっけ、ジャッキか。ジャッキも、そう、車体ジャッキもあるし、天井クレーンもあるし。クレーンもある。でこの奥、この下には動輪旋盤とか。すごい、ちゃんと中まで作られてるんですね。線形庫の裏側。そして駅をこっち側から見るとこうですね。手前にあるのが宇治山田駅。ここの番線もちゃんと再現されてますよね。あ、スロープある。スロープと、まあ、ここら辺にあれがあるんですよね。バスの車台はちょっと作る、バス転車台がある。作れるんやけど。でもこの櫓とかが再現されてます。いいな、宇治山田駅。宇治山田駅寄ってみるとこうです。かっこよさが出てますよね。この風貌。そして正面の部分、近鉄宇治山田駅の文字が入ってます。ここの櫓特徴的ですよね、近鉄。そして線形庫の部分ですね。 SL と転車台、現役時代の感じが出てますね。転車台を寄ってみるとこうですね。ほんで線路部分を寄ってみます。ここの分岐の汚れ具合がリアルですよね。あ、かっこいい。うん。で自然光が入ってきてるんで、よりかっこよく撮れてると思います。で引いてみると、こっち側が駅やね。ガントリークレーンもあるんや。駅もかっこいいな。で跨線橋部分、下に止まってるのは C58 ですね。ここら辺の分岐関係もかっこいいですね。で分岐が分かれて、こっちのヤード部分ね、ここもいっぱい車両並べれそう。ヤード部分も寄ってみるとリアルやな。ほんで近鉄の
伊勢駅ですね。島風と、これビスタカーですか。ビスタカーが止まってる。さっきこの辺で降りたんやね。この辺で島風降りて、この古戦橋を渡ってこっち側に出たっていうことやね。かっこいい見どころがギュッと詰まってますよね。こっち側の駅は何でしたっけ。これは、ね、一応伊豆川。あ、伊豆川。位置的にこっちにあるのは伊豆川駅、うん、でもよく再現されてますよね。近鉄と国鉄の路線があって、それぞれ独立して動くんですよね。走らせるときはいいですね。荒竹商店さんの毛太郎弁当ですか。これ松阪名物なんですね。で、中すごいいかつい牛の入れ物。これでこれ開けるとよと謎の音が鳴るシステムがついてますね。ふるさと。ふるさと。これ何の関係があるんですか、ふるさとと。え、あの、なんとなくでしょ。なんとなく。そしてそっと蓋を閉じる。これ鳴ってる間はとりあえずこうやって、あ、そうしてれば鳴らなくなる、うん、この音を聞きながらご飯を食べるわけではない、うん、まあそれでもいいけど、はい、日本初の音楽の流れる駅弁、メロディーセンサー付き容器。すごいですね、尖ってますね。で、これオープン。あ、うまそう。松阪牛ですか。松阪牛、うん、はい、いただきます。じゃあせっかくなんでこの島風ね、さっき乗ってきた島風を走らせてもらいましょう。まあ、コントローラーもちゃんとありますね。では行ってらっしゃい。おー、いいね。はい、レイアウト的には伊勢市を出て、でぐるっと回ってきてスロープを登るっていう感じだね。で、こっちのホームを通過して、ほんでここにトンネルがあるんですね。で、これをぐるっと回ってきて宇治山田駅を通過して、でこっちを降りていくっていうことですね。宇治山田駅を通過するところがいいですね。遺跡観光。この複雑に分岐がある中のこの踏切部分がすごいな。かっちょいい。いいですね。島風ビスタカーと SL の並びもかっこいいな。情景がいいですね、この古戦橋のある情景。ヤードに入るところの分岐ね、分岐フェチにはたまらないですね。すごいいいジオラマですね。ありがとうございました。はい、というわけで本若新さんが制作された伊勢市駅のジオラマ、宇治山田のこのジオラマね、これ見せてもらいましたね。めちゃくちゃリアルで良かったですね。車両が並んでたり走ったりするとより見てて楽しいですよね。お店の詳細は動画下の説明欄に載せておきます。伊勢市駅から歩いて5分もかからないとこですね。ぜひこれをね、生で見てほしいですけどね。よかった。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。では、さよなら。